こんにちは、速稼塾の久保です。今回も恋愛ネタなんですけども、今回はね、女性にメッセージですね。また様々なね、ご意見をいただきながら今回まとめたんですけども、今回ご意見いただいたのはハイスペック男性ですね。自分の希望するハイスペック男性とうまく恋愛ができて結婚もできたんだけども、その後離婚してしまった、もしくは、まあ、離婚した方がマシだというふうな考えに至った何名かの方がですね、メッセージをくださいましたので、そちらの方をまとめてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ハイスペック男性ってのはまずね、どういう前提があるかと言いますと、例えばイケメンであるとかね、高身長、身長175センチ以上っていうのがこのハイスペック男子に入ります。であと高学歴ですね、マーチ以上とよく言われますけども、大学生だったら、大学卒だったらいいのかなって感じですね。あとはね、経済力ですね、やっぱりお金がないとハイスペックの中には入らないってことですね。あと精神性です、包容力とか、その他の精神性ですね、気品であったり品位であったりっていうのも入るかもしれませんし、教養もそこに入るかもしれません。いや、その中でね、これ全部を兼ね備えてる人はさすがにいないと思いますけども、このうちの2つなり3つなりが重なった男性を、まあ、今ではねハイスペック男性っていう風に呼ぶらしいです。で、このハイスペックなんですけども、恋愛しながらとか結婚後に育むことも可能ですんで、この女にはどのぐらい自分の人生かけれるかなって思わせるような魅力が女性自身にも必要だという風なご意見もいただきましたね。これ女性からの気持ちですけどね。で、どうしてね、このハイスペック男性を求めるのかっていうことを正直にお話しくださった方が一人います。それはですね、自分のスペックが低いから、だからせめて自分の恋愛相手、結婚相手にはスペックの高い人を求めてですね、でうまくいったら自分も育ててくれるかもしれないし、何よりも、バランスよく見栄えがするっていうことらしいんですよ。確かにね、ブランドものを身につける女性の心理っていうのは、もしかしたら自分に自信がないからブランド物を持ってちょっとね武装しようかなっていうことと、自分の、レベルが高いからブランド物を持って当然だっていう気持ちもあるかもしれません。なんでねブランド物を持ちたいのかってはっきりしたことは私も分かりませんけども、まあ頑丈で長持ちするからっていう考え方もあるかもしれませんね。でも本音で語るある一人の人は、まあブランド物についてはお話しいただけなかったんですけども、やっぱり相手に高スペックを求めるのはもうね、同じレベルの男性と一緒にいても何も変わらない、とにかく自分を引き上げてくれるような高いレベルの男性を求めていくんだ、20代のうちにっていうふうに言われてました。これは正直なお話だと思います。だから何としても22、3のうちに畳みかけておかないと、もう24を過ぎると男性は22、3の人を求めていくから、特にハイスペック男性は相手選び放題なんでね。だから彼氏彼女いないふりして、特にこうですね、彼女ですね、ハイスペック男性ですから、彼女をいないふりして思わせぶりな態度を取ってくるから、ハイスペックを求めている女子はね、結構簡単にみんなの中の一人になっちゃうよってことでした。でも最初はみんなのうちの一人でもそれでもいいと思って、付き合い始めた方がいいよってこの方は言われてましたね。そのうちに他の彼女がどのぐらいのものなのか付き合っていくと大体わかるから、それに負けないように競争するだけだって言ってましたね。たくましいですね。まあでもこの方はちょっとハイスペック男性と恋愛結婚した後に残念ながら離婚してしまったって、その苦い経験から今回ね、長いメッセージをくださったんですけどね、他の方の意見もちょっといろいろと混ぜながらお話を続けていきます。一番多かったのがハイスペック男性を求めても自分に若さしかないということだったら女の子は結構苦労するよっていうふうな意見は結構共通してましたね。つまり人間関係は大部分ギブアンドテイクであって、もらってばっかり、ハイスペックを利用してばっかりっていう風に女の子が考えちゃうと、男性はですね寝踏みするようになるんですよ。あ、こいつはそのうち自分のことを利用して年齢重ねたらね、自分は他に気持ちが移ってもしょうがないよね、だから結婚の約束は絶対しないでおこう、それなりにつなぎ止めることはするけども確約はしないでおこうかなって感じで、例えばね、両親とか親戚に紹介するタイミングをああだこうだと遅らせるってことがあります。で、ここにはですね、女性の年齢がものすごく早く進むっていう意識もあるとは思いますけども、でもやっぱりね、自分が最良の結婚をしたい、最良の女性をつかめたいって時に、やっぱり寝踏みされるような女の子じゃダメよっていうふうにこの ある女性は言われてましたね。厳しい意見ですけどね、なかなか女性の側としては
認めたくないことじゃないですかね。より好みされるうちの何人かのうちの一人なんてことに私をね見るなんてとんでもないわっていうふうに思うかもしれません、感情では。でも客観的男性の視点からすると何人かのうちの一人なんだよっていうふうな現実があるってことは、まあ、確かめておかないといけないのかなと思うんですよ。だから自分にしかできない自分でいることがすごく大事だということなんですよね。絶対にこの人にとって必要な私になるわっていうふうに思わなければ簡単に手のひらを返されてしまう。それは男性でもそうなんですよ。俺じゃないとダメっていうふうな男にならなければ女性はねやっぱり恋愛できるその時間とか、こうフリーさっていうのがありますから、年齢を重ねるフリーさ。だから簡単に男性の手のひらを返して可能性のある男性の方にやっぱ行きますからね。だからお互いだから選び合ってるわけですから、一方的に、依存したりとかっていうのは成り立たないってことなんですよね、きっと。次ですね、ハイスペック男性はどうやってハイスペック男性になったかってことなんですけども、これは男性の意見をちょっとお借りしました。プラス女性から見て男性がなんでハイスペックになったのかっていう、判断をしていただきました。男性はですね、なんでハイスペックになったかというと自分でそうなったんですよ。自分で将来苦労しないように進学を目指して小学校中学校のあたりから塾に通って受験競争に目を光らし、どこの大学が少しでも有利かなってことを考え、バイトの経験を積んで恋愛もちゃんとあれこれとしてですね、そして20代なら20代の当然あるべき経験、30代では30代であるべき経験、生徒会長にやってみたりね、それからちょっとグレてみたり、人をまとめるってことをとにかく経験しながら20代30代になっていってハイスペック男性の階段を上っていってるんですよね。で、所得を上げていくっていうこともそうですけども、自分で仕事を選び副業を作り、時には起業して自分の所得を自分で上げることにものすごく邁進してるんですよね。まあ、だから正社員進行っていうのもあるんじゃないですかね。とりあえず正社員で上場企業に入って大きな会社で出世というレールに乗ってみたいってことなんですよ。中小企業には出世というレールそのものがなかったりしますんでね。総じて言うと男性は自分でハイスペック男性になって、ほとんどの人がハイスペック男性になれずに終わっていくっていう、これが現実なんじゃないかなと思います。生まれながらの御曹司ってのはね、ほとんどいないですけども、たまにいるんですよね、ただそういう方はそういう方で、ちゃんとねマッチングするところがありますので、なかなか一般社会にはこぼれてこないという現実があるでしょうね。はい。で、女性なんですけども、女性も自分自身のことを、ハイスペックに上げていくっていう希望は持ってると思うんですね。なるべく美しくありたいとか、若くありたい、可愛くありたいとかね、服のセンスとか、それからメイクの方法とか、たくさんたくさん自己育成自己投資してると思うんですよ、ただやっぱり男性が求めている長く付き合うべき資質ってのは若さではないんですよね。若さは失われていきますから、それはね男性もよく分かってるんですよ。ですんで若さを失った時に何がこの女性に残っているかってことをシビアに見てますから、例えばね25、6とか31、2で急に振られる女性ってのはそっちの方をやってきたのかな、やってきたかもしれないけども、自分の目の前にいる男性が求めている自分を作り続けてきたかなってところが非常に重要なんではないかなっていうふうに今回ご意見いただいた女性は自己回想してましたね。例えばね、こういうふうに書いてますね。若く可愛い姿を求めて、まあ、男性が自分に来た場合はやっぱり若くてね可愛い姿をずっと見せ続けるために、まあ、おしゃれに気を抜いちゃいけないし、ちょっとね幼げな服の好きな彼氏がいたら幼げな服を自分はどうもなと思っていてもやっぱりチャレンジして着てあげるみたいなところがね、やっぱりあこの女絶対話せないなっていうふうに、スケベ心かもしれませんけども大事なことなんですよ。そうなんですよね。もう本当にねいい勢いなんで、ちょっとこのまま続けさせてもらいますけども、これ言わないでおこうかと思ったんですけども、このハイスペック男性をつなぎ止めるためには自分の性的な性癖ですよね、これもこの男性に合わせていった方がいいなと思ったらやった方がいいってことなんですよね。これちょっとひどいことのように聞こえますけども、女性がね振り返って言ってることですから。というのは自分の気が乗らなくても男性が求めてきた時にはちゃんとね、まあ、お相手をしてあげると、あこの女の子いつでも自分のことを聞いてくれて本当可愛いなっていうふうに思うらしいんですけども、なんか求めた時にいろんな理由つけて断ると、なんだだったら俺いいよと、なんかその辺の風俗行くよとかね、他の女の子とやってくるよみたいになっちゃうんですよ。なぜならハイスペック男性はほとんど女性に断られることがなく性関係ができるからなんですよ。もし行くところがなくなったら風俗に行きます。風俗で金払いがいい、イケメンだ、ハイスペックだ、それはね風俗のキャストさんも喜びますよ、そういう人が指名につくと。っていうことはそういった
性癖を持ってるねハイスペック男性が、せっかくと言ったら本当申し訳ないですけども、せっかくあなたのことを求めて来てくれてるのにいろんな理由で断れば、こんなにねもったいないことはないんですよ。もちろん性関係以外にもいろいろ提供できるものがあればいいんですけども、それがない場合ね、これ堀江貴文さんも言ってるんですけども、都合のいい女になった方がモテるっていうことなんですよね。これなんかひどいこと言ってるみたいなんでちょっと黙っておこうと思ったんですけども、こういうふうなね相手の性癖に合わせられる、性的な欲求に合わせられるのも人間性だっていうふうにまとめた方がいいっていうふうにこの女性は言われてました。この女性がね言うのは、自分がそれができなかったから、もしかしたら彼氏の好きな時に好きなことをやってあげれたらずっと付き合えてたかもしれない、もしかしたらこういう女は他のところに行かせられないってことで結婚もうまくいってたかもしれないっていうふうに言われてましたね。だから性関係の一致ってのは非常に大事なファクターだと思うんですよ。でそれこそね、男性が他でもう性関係をしてこなかったり、そこにそれにねつながるような浮ついた関係を他の女性と作らないようにするために、ギュッとね男性のいわゆる性欲を抑えておく女性になるってことも大事だって言われてました。特にそういう女性と男性が付き合った場合、年齢を過ぎてもね、男性はもう体の相性がいいから話さなくなるそうなんですよ。で他で、やってくるよりは同じ人とずっとやった方がいいっていう風に判断するのかなと、私もちょっとだけ共感しますね、それはね。はい、でね、他にもいろいろ言いたいことがあったんですけども、ちょっとこれに終わりにしておきましょうか、この辺で。ハイスペック男性を望んでそれをねうまくゲットした女性、結構大変です。というのが、ハイスペック男性は自分で自分をハイスペックにした分、女の子に対して自分は何もしないの、俺はこのぐらいやってんのに君はどうしたの、俺に依存するつもりなのっていう気持ちがたまに出てくるんですよ。それが出ないとしたらものすごい格の高い人ですね。でもやっぱりね、さすがにたまには頼むよみたいなね、そんな協力を求める場面っていうのは出てくるかもしれないんですよ。でその時に依存心ばかりの女性だとね、簡単に捨てられちゃうんですよ。こいつは使えんわと思われちゃうんですよね。だからうまくいかないかもしれないけども、一生懸命一緒に取り組む姿をやっぱり見せた方がいいっていうふうなのは、これは今回ねご意見いただいた女性の言葉の中で私も共感するなっていうことの一つですね。で、やっぱりね、年齢を重ねていくと自分の強みがなくなっていって、それに代わる能力がないってことにものすごくね焦りを感じ、気づき始めるのが女性の姿であり、それに気づかない人はある日突然男性関係がね断ち切られて40代になって、私も昔はモテてたから今でもハイスペック男性望めるはずよみたいな感じで、一番ねなっちゃいけないタイプの40代になっちゃうんですよね。なんかね、今の40代は、ある意味ね、ロスジェネ世代を知っていて、ちょっと先に10代の頃に見上げたところにバブルの時代っていうのがありましたからね。だからその感覚がもしかしたら抜けないのかもしれないし、人によっては高校生でファーストフードでアルバイトしてる時にそこのファーストフードのね先輩社員とかにいい思いをさせてもらったから、素晴らしい社会に出てくなって感じで、軸育成をね後回しにして、もしかしたらいろんなものを男性に依存することを覚えちゃったのかもしれないですね。そうなるとその時の思い出しかないですから、30になっても40になっても昔は私は持ってていたから大丈夫みたいに思っちゃうかもしれないですね。なんかね、言葉が足りてないかもしれませんけども、何が言いたいかっていうと、ハイスペック男性求めるのは大いに結構なんですけども、ハイスペック男性とうまくやっていこうと思ったら自分もハイスペックにねなっていくか、もしくはハイスペック男性の要求にいつでも応えられるような都合のいい女性になっていかないと、どっかで破綻が来るっていうことらしいんですよ。どうなんでしょうか、これね、また別の意見もあると思いますんで聞かせていただければ幸いです。ハイスペック男性を求める女性、あんまり甘くないかもしれないよってことなんですけども、女性の気持ちはまだ分かりませんのでね、この話まだまだ続けていきたいと思います。よろしくお願いします。